典型的な目張り、寿司目張り寿司は、和歌山県と三重県にまたがる熊野地方、及び奈良県吉野郡を中心とした吉野地方の郷土料理。高菜の浅漬けの葉でくるんだ弁当用のおにぎり。千張寿司、大葉寿司、高菜寿司、芭蕉派寿司と呼ぶ地域もある。弁当は熊野名産とされ、新宮市のものは特に有名であり、和歌山県の特産品として、 和歌山県水薦有料お土産品に指定されている。元来、爆飯の握り飯を高菜で巻き込んで作っていたが、現在はもっぱら白米を用い、酢飯を使うこともある。また、奈良県の南東部に位置する、下北山村では、特産品の下北春、マナの葉の漬物に白飯をくるんで食べる。高菜のような辛みがないので、一味違った味である。一般的には、 酢醤油で食べられるが、マヨネーズと醤油で食べることもある。南紀、熊野地方の山仕事や農作業で食べる弁当として始まったと伝えられ、現在でも一般家庭で作られている。本来は酢飯ではない麦飯でソフトボール台に握ったおにぎりを高菜で包み込んで作る。一つで一食分となる大きな握り飯を崩れないように高菜でくるんだのが始まりと考えられる。 メバリ寿司という名称は大きく口を開けて食べるため、それに伴い自然と目も見開く表情に由来するという説や目を見張るほど大きくて美味しいからという説、あるいはおにぎりにメバリするよう完全に包み込むことに由来するという説もある。マルシン調整の駅弁過去にはマルシンが調整販売する新宮駅の駅弁、メハリソシがとりわけ有名で、 これにはごまなどを加えた白米の酢飯を使用し、大きさも小さめの俵型になるなど、列車内での食べやすさが考慮されていたが、同社の撤退により2017年現在、和歌山県内で駅弁として入手できるものは、紀伊勝浦駅の駅弁販売業者川流調整のものと、県西北端に位置する和歌山駅の和歌山水、両県によるもののみ販売されている。東紀州地域には、 メニューとして提供する店舗が17あり、東紀州地域新高校社では、店舗マップを2014年に作成したほか、その一つである、熊野市駅前の食堂を、木楽では持ち帰り販売も行っている。酢飯のほか、醤油味をつけることもある。またおにぎりに入れる具も、刻んだ高菜漬けの軸や、ごま、茶粉、鰹節などレシピは多様化している。弁当としては、ガリーや、梅干し、 たくあんつけなどを添えた単体のものから副菜各種と組み合わせたものまで様々である。穴子の目張り、寿司高菜の葉でおにぎりを包み込むだけという勘弁さにも、かかわらず、野手に富む味わいが、和歌山で根強い人気を持つ。新宮市で専門店を営む、総本家目張り屋は,は1962年に創業、初めて目張り寿司を商品化した店として新たなレシピを、 公案することにより、地元の固定客を中心に、熊野古道などを訪れる観光客や、里帰りの人からも人気を集めている。また、大阪市心斎橋には、メハリ寿司を看板にした料理店もある。また、空港で、ご当地空弁として売られることも増え、関西国際空港で、奇襲メハリ寿司として売られたり、県外の有名百貨店の催し物で、 ご当地弁当として扱われることもある。具材がおにぎり同様、素朴で作りやすいためか、最近ではコンビニエンスストアのおにぎりのコーナーでも見受けられる。高菜の産地としては、阿蘇や福岡などの九州地方が有名であるが、紀州の高菜は、外側から葉を一枚ずつ取っていき、高菜自体は植えっぱなしにして半年くらい収穫を、 続けるという特殊な収穫方法であり、この方法で採取された高菜の葉を使うメイハリ寿司、がメハリ寿司の星本流と言える。AB 熊の大辞典、新宮市のメイハリ寿司専門店、総本家メハリやウェイバックマシン駅弁資料館、和歌山県、新宮駅、その他の駅弁駅弁資料館、和歌山県、木勝浦駅の駅弁,駅弁駅弁資料館、和歌山県、和歌山駅、 寿司の駅弁郷土料理メハリ寿司から、東紀州地域振興校舎、気楽、メハリ寿司から、東紀州情報発信ブログ駅弁の小窓、高波ハリ寿司駅弁の小窓、マグロソテーイク、キーカツーラ駅弁グルナビ大阪版、メハリア分、ザイエモンハット読売オンライン、大町小町、郷土食運場でしたつずみ。ありがとうございます。